Grand Prix. Toho Grand Prix. What does that mean? Comedy. Fun. Humor. Anime. To me, something to enjoy. And this is Ice with Jim here, and today we're going to be doing another Toho Grand Prix. The fifth, the Shochan Chuchu. Let's just begin! Originally, watch before this video. 予測不能のトレジャーが一見常識人で崇高なビシャモンと計算なのか天然なのかトラマルワールドにハマったら最後笑わずにはいられない。そして暴走したら誰にも止められないナズーリンは笑いの女神を見つけ出せるのか。エントリーナンバー2939番ショーチャンチュッチュー。チュッチューです。よろしくお願いします。お願いします。ナズーリンとトラマルショーでショーちゃんチュッチューですよ。久々の幻想郷で ねえ、ずっと幻想郷にいますけどね。いますよ、根付いておりますけどね。もののけですよ幻想郷の。もののけってなんて言い方です。ねえ、ご主人様は結構派手な衣装でね。はいはい。ちょっとね、笑いを誘いつつ。うん、そうですか。私なんてシンプルなデザインでね、中もシンプルなんですけど。どこがシンプルなの。はい、シンプルで、はい。ちょっとねえ、よくありがちな T シャツなんですけど。ありがちじゃないでしょう。ネズミ1個なら誰しも一度は着る。着ないですね。ねえ、初めて見ましたよ。どこのお宝ですか。さあご主人様、今日も張り切って、はいはい、ネタをやっていきましょう。ああ、そうでございますね。で、今日はどんなネタを披露してくれるんだい。やりにくいですよ。普通にさっと入ってください。ええ、頑張りましょう。でも私たちは人間に分かりやすい言葉で、今は説法や漫才をやっていますが、はいはい、普段はもっと古い言葉で会話することもあるんです。ご主人様はたまにそうですね。幻想郷に来たばかりの人だったり、若い人たちにはほとんど通じないでしょ。幻想郷なのに。だから今日は幻想郷の言葉を覚えて帰ってもらいましょう。なるほど、我々も漫才をしやすくなる。そうそうそう。じゃあ紹介していきましょうかね。はい。じゃあまず簡単なところから。はいはい、お願いします。ロウタシ、これ可愛らしい。ナズーリン、糸ロウタシとかですね。おもなし、これ恥ずかしい。おくう、頭足く、おもなしとかですね。あなかしこ、これ恐れ多い。仏法に多いですし、私もよく使います。やぽーん。うん、これわかんない。幻想郷の言葉じゃないと思う。めんこい、仙台弁です。幻想郷からピュッと仙台に行きました。よっけーこしょう、諏訪弁です。あ、長野方面。よいしょ、掛け声、かなこ様です。Male characters in Toho, because, oh my god. I am so lost. これ言っとけ、喜ぶ。やっぽー。うん、何回聞いてもわからない。幻想郷の言葉ではないはずです。ぜ。これ爆殺少女ですね。ゼーコラ、ゼーコラ、コラはおかしい。マリサ、コラとか言わない。ゼーコラ、ゼーコラ、飛んでっちゃった。あった。こういう時どう対処したらいいのでしょう。アナカシコ、恐れ多いという意味。帰ってきました。Okay. は、お宝、お土産いただきました。なんでしょう。は、ハッケロをいただきました。早速装備しましょう。これカリスマ吸血鬼。西洋が好きかな。コウモリとどっか行っちゃった。アナカシコ、コウモリで帰ってきました。お宝、お土産いただきました。今度は何でしょう。パッドをいただきました。さあ装備しましょう。うん、豊かである。よいてーこしょう。またスワベン。スワも好きかな。ババア、さあ誰のことか。私には見当もつきません。アナカシコ、おもしろで帰ってきました。乗り物じゃないですよ、これは。Okay. ー、大きなつづらをいただきました。中身は何でしょう。締め縄をいただきました。今日からこれにしましょう。よいてーこしょう。また行っちゃった。わかります、森屋一家の聖地巡礼は確かにハマります。神社を徘徊してますけど、
お、話しかけられてますよ。いや、千葉では働いてないよ。はあ、ルンドの人と間違われていますよ。でもほら、私も嫌いじゃないよ。もっと危ないよ。どうしようかしら。あ、どうしようかしら。ナズ、ナズーリー、帰っておいで。My word. Is she like that? 帰ってきました。恐れ多いって意味ですよ。蛇連れて帰ってきましたよ。ダメですよ。毒蛇ですからね。安心してください。しょうちゃんがすぐに退治しますから。しょうちゃんスパーク。はい、死にました。これで泣かないのあなた。愛着湧いてたんでしょうね。でも毒蛇ですから、まあしょうがない。カナコって名前それ。カナコ。でもダメですよ。カナコってつけちゃう。よいけいこしょ。またスーに行っちゃった。ハマってますよこの子。森屋一家に完全に。あ、白蛇との思い出の地を歩いてるんでしょうね。うんうん。思い出すんでしょう。いろいろと。あら、出会った場所かなここ。カナコ。思い出した。Oh my word。帰ってきました。吹っ切れたんでしょうね。2匹目連れて帰ってきた。ダメです。安心してください。すぐ翔ちゃんまた退治します。翔ちゃんスパーク。あー逃げた。あー客席に逃げた。皆さん気をつけてください。今ねこの会場にですね、蛇がいます。猛毒持ってますからね。いいですか、この会場にはですね血清はないですよ。つまり噛まれたら確実に死にます。はい、翔ちゃん噛まれた。漫才の途中ですが翔ちゃん死にます。消せないからしょうがない。またスーに行っちゃった。すぐに帰ってきた。また玉手箱ですか。はあ、血清をいただきました。これで助かりますよ。これで翔ちゃん助かります。また蛇。あなた、おい、この白いのは凶暴ね。よし見てなさい。こうなったら砲塔で一気に決着をつけたいけどどっか行っちゃった。ああ、また怒られる。また噛まれちゃったって。いい加減にしなさい。あなた、幻想郷のことなら紹介しなさい。覚えてくれたでしょ。覚えられません。やめさせてもらいます。ありがとうございました。はい、緊張のトップバッターが終わりましたけども、ちょっと今までと見てきたものとも違う。そうですね、ネタに見えましたけども、毘沙門天の貫禄が出てましたね。さあ、トップバッターでしたけども、はい、どうでしたか虎丸さん。なんとか死なずに済みましたけども。何がすごいってマジの毒蛇ですもんね。はい、助かって何よりです。ナズーリンさんは、うん、楽しかった。ご主人様もなかなかやりよる。毘沙門天としてまずまずのツッコミ。何様だって話ですけどね。何やら複雑な主従関係が見え隠れしますが、さあ、はい、トップバッターの翔ちゃんチュッチュが、まあこれから先の基準になるわけですから。そういうことになりますね。それでは審査員の皆さん、点数をお願いします。ジャッジ。さあ、トップバッター最初の点数が出ます。出ました。91点、95点、89点、92点、黒。合計点は367点、黒です。いやー、さあ、この点数が高いのか低いのか、しきえきさん、はい、いかがでしたか。基準ですね、これが。そうですね、だから今高い評価をしてしまうと後でつけられなくなりますから、私の中で基準を作ったということです。ですから高いか低いかはわからない。黒つけてるのに何言ってるんだって話ですからね。では霧雨マリサさん、評価が低いですけども。あのね、はい、謎よりね、ちょっと違うわ。え、あの、よく見てて。ぜぜ。いや、違うぜぜ。はい、リンノスケ、ぜぜって何やらせるんですか。ちょっと、評価ですよ。いかがですか。うん、今のとこ良くなったからもう十分。え、95まで上げていい。いや、ダメですよ。もう点数出てしまったんですから。はい、では結果が出るまでお待ちください。はい、ありがとうございました。さあ、どんどん参りましょう。続いてのコンビはこの方たちです。どうぞ。 Okay, so let's go on to the next one and find out what happens. Well, we already watched the first one, so let's head on to the next fifth Toho Grand Prix. So, Mario Sense, let's begin. But before we do that, make sure you watch the original video and link in the description box down below. If you've already done that, then let's begin. Let's do this.レジェンド復活。The resurrection of legend. 数百年前に笑いの流星を極めた天国界から放たれた彼女は笑いの舞台に帰ってきた。今宵完全復活をかけ伝説の大魔法使いが東方 M1 に挑む。エントリーナンバー703番。Giant Boat. 妙連戦。
日はお世話になりまして。今日、ええ、あ、今日ですか。今日ですよ。今日ですね。よろしくお願いします。ええ、お願いします。私たち妙蓮戦と言いまして、私が白蓮と言いまして、こちら村瀬と言いまして。ええ、村瀬と言いますよ。白蓮はですね、はいはい、ちょうど来月で、うん、1月にですね、はいはい、地上に出てきてちょうど1年と4ヶ月になります。まあ、ちょうどでもないですね。ありがとうございます。オッケー。大体2周年とかで区切りますけど。ええ、でももうすぐ2年になるんですけどね。まあまあ、そうですか。でもね、今でこそ幻想郷で妙蓮寺を建てて細々とやってますけど、その昔は外の世界で人間と妖怪を共存させるのが夢でしたね。ええ、外で実現させたかったな。そうですね。でも今でもその思いはここにですね。まあ、はいはい、ここに胸に住んでいます、うん、はい、その思いはまだ、まあ、そこに左心室に、yeah. うん、左心室に、右心室には、右心室妙蓮が住んでいます。妙蓮が左心房にはあの人との思い出が。長くなりますね。長くなるでしょうね。長くなるなら次回にしましょう。そうですか。でも妙蓮寺を建てて好評ではあるんですが、はい、お寺にはまだまだ妖怪が多いですね。まあ、そうですね。だから人間と妖怪がもっと仲良しになれるように妖怪居酒屋を開店しましょう。妖怪居酒屋。あ、妖怪バー。妖怪たちが接客したら人間にも親しみがある。怖いですよ。そうね、いきなりハードな妖怪は抵抗がありますよ。そうかしら。もっと可愛いやつから。ほら、妖精とか。ああ、妖精ね。でも妖精は季節もあるし。そうか。あ、外の世界では猫カフェとかあるみたいですよ。猫カフェ？ねえ。あー、猫ね。数を集めるのが大変そうね。そこはチェンに頼んで。あ、カズならもっといいのあるわよ。何です？ネズミカフェ。嫌ですよ。That's creepy。 ネズミカフェ。ネズミカフェはダメですよ。え、じゃあネズミ居酒屋。そんな問題じゃないですよ。 No, that won't work。 なんで？ネズミ居酒屋やりましょうよ、世界のナズちゃん。ダメですよ。 Okay。 やりましょうよ。え、何が問題？衛生面。Unsanitary。 衛生でしょ。私ちゃんと手をいっぱい洗いますよ。ネズミです。ネズミですよ。どうせ厨房を走り回ってるんでしょ。じゃないですよ。いいじゃない。いや、ネズミはダメですよ、衛生面が。いや、衛生面はナズーリに管理してもらいましょう。できるんですか。大丈夫。じゃあシミュレーションしてみましょう。楽しいよ、きっと。楽しいんですか、本当に。ちょっとお客さんで入ってきて。ああ、いいですよ。 OK、 this might end。 こんばんは。最近この辺りをゴスロリな猫が徘徊してるらしいから。大丈夫ですよ、オリンは。あら、本当？っていうか危ないでしょう、こんなの。人間だったら死にますよ。はい、じゃあ私店員するから入ってきて。はいはい。こんばんは。いらっしゃい。あ、足元気をつけてね。ネズミがいますからね。ネズミ。ネズミ。ネズミいっぱいいますからね。いっぱいいますね。何匹いるんですか。300匹はいますね。300。絨毯かと思ったら全部ネズミ。全部ネズミですよ。さあ、どうぞ。ご注文何にしましょう。じゃあね、最初は生にしましょう。生。はい、はい、どうぞ。ああ、いいね、キンキンに冷えてる。ああ、ちょっと待ってください、ね、はい、どうぞ。毛が入ってたの。え、ちょっと毛が入ってたらいけないじゃないですか。たまにありますよ。あるんだ。人に出すのに毛が入ってたらダメって何本入ってるんですか。口に入ってるのは知らないですよ。コロコロしないでください。部屋じゃないんですよ。ご注文は何にいたしましょう。食べ物。じゃあね、一番のおすすめ。人肉になりますね。ネズミでしょ。圧倒的な支持率を。いや、お客さんに。あ、じゃあこちら、人用のメニューになります。人用ってネズミ用とかあるんですか。何にしましょう。ね、じゃあ本日のおすすめ、トマトとチーズのサラダ。はい、注文いただきました、トマトとチーズのサラダ。ナムさん。ナムさんはおかしい。はい、お待ちどうさま。これそうなるでしょう。持っていくでしょう、ネズミが。食いしん坊なんだから。すみませんね、どうぞ。出したらダメですよ。もはや赤なめの料理ですよ。妖怪メニューですね。適当すぎますよ。いりませんよ、こんなの。そう、何にしましょう。何しましょうって。そうね、焼き鳥焼いてください。焼き鳥ないです。え、ない。はい、居酒屋ですよ。焼き鳥ないですね。じゃあ天ぷら。天ぷらもないですね。湯豆腐ないです。キムチ鍋。キムチ鍋もないです。なんでないんですか。あの、熱いの苦手なんですよ。いや、ネズミがでしょ。オッケー。うちのネズミは猫舌なんですよ。え、猫舌。このネズミは猫舌なんです。ネズミが猫舌っていうのはオッケー。楽しいですね。そういう私は二枚舌。やかましいですよ。笑うとこじゃないですよ。ふふふじゃないですよ。生まれて初めて水をかけられたわ。ネズミに水をかけるとは何だ。ムンザンが喋った。なんだあんた、さっきから。なんだあんたじゃない
文句ばっかりじゃないか、さっから聞いてたら。文句言うよ、そりゃ。こういう店だと分かってきてるんじゃろうが。分かってないよ、あんた。このガキマジで。あ、こいつエプロン取りやがった。分かってきてんの、こういう店叩いて。ネズミ見つけてたんだ、こいつ。お前、こういう場所なんじゃ、この居酒屋は。ゲッシュを入れてたのか。なのに文句ばっかり言いやがって。尻尾も。あるか、お前、もう。やってやろうじゃないの。おう、かかってこいや、俺。危ないよ、その腕は。だけど、身につぶしてくれよ。望むところよ、沈没アーサー。シュー。あ、すごい。すごいじゃないですよ。ね、じゃあこのお店で布教しましょう。無理です、いい加減にしてください。ありがとうございました。Thank you. Jeez. That was pretty terrifying. すごい展開で。パワフルな漫才ですね。いや、まさか雲山氏が出てくるとは思いませんでしたね。あなたらやるしかないですね。あ、ネタじゃないんですか。そうですよ。いきなり出てきてびっくりした。なんでしょうね。さあ、ひじりさんは。すみませんね。お粗末様でした。いやいや。会場爆笑でしたよ。それなら良かったですね。さあ、はい、それでは審査員の皆さん、点数をお願いします。お願いします、ジャッジ。さあ、初登場、妙連戦、点数はいかがでしょう。出ました、89点、94点、97点、95点、白。合計点は375点、白です。さあ、順位の方はどうだ。現在第1位です。1位、やりました。さあ、現在第1位です。さあ、四季英樹さん。ええ、地上に出てきてその翌年には漫才に参加するという姿勢が素晴らしいですね。はい。ネタも分かりやすいですし、息も合ってる。なので基準であるショーちゃんチュッチュとも比較しやすい。なるほど、そこで評価の高い白判定になると。いや、評価で言うとショーちゃんチュッチュより低いですよ。いや、どういうこと。黒の方が評価が高いんですね。いや、黒は黒でしょうが。OK。 勝手に白と黒に優劣をつけないでください、迷惑です。OK。 相変わらずわけわからないですね、この人だけは。酔っ払ってる方がまだマシでしょう。はい、わかりました。続いて小野塚小町さん。うん、大会をね、開きたいって。え、東方 M1 のチャンピオン大会を。いや、何の話です。わ、何ですか、脈絡もなく。ああ、そっかそっか、これちょっと関係ないんだけど。はい。東方 M1 のチャンピオン大会をね。前置き関係ないよ。あ、前置きがなかったこと突っ込んでるんじゃないですよ。そっか。いや、感想いかがですか。うん、雲山って言ったっけ。はい。あれいいね、ランドのマウスは可愛いよね。マウスも血好きだし、ついでにザックも。わかんないですよ。オーケー。放送禁止じゃないですか。うん、まあよかったよ、楽しかった。はい、わかりました。さあ、この時点で3位に落ちてしまったショーちゃんチュッチューが敗退となります。はい、残念でした。残念です。ああ、髪跡だけが残る。チュチュ。さあ、ということで結果が出るまでお待ちください。はい、ありがとうございました。妙連戦でした。さあ、続いて4組目です。はい、続いてのコンビはこの方たちです。どうぞ。Okay, so I'm gonna end this here. We're gonna watch the next one on the next video. So thank you so much for watching. If you enjoyed this video, press that like button. Want to see more videos like this on a daily basis? Subscribe to totally free. Share this video with your friends. If you comment below for other games when we play, reaction videos when we do, check out some other videos you think you two think you might like. And I will see you all in the coming video. Goodbye, everybody. Thank you all so much for watching. And we will watch the next Toho Grand Prix on the next video. Goodbye.